2007年日本グランプリ2007年間1日本グランプリ2007ジャパニーズグランドプリは2007年の F1 世界選手権の第15戦として9月28日から30日にかけて富士スピードウェイで開催された正式名称は 2007FIAF1 世界選手権富士テレビジョン日本グランプリレース A 賞 2007FIA フォーミュラワンワールドチャンピオンシップ富士テレビジョンジャパニーズグランドプリー。1987年から20年にわたって鈴鹿サーキットで開催された日本 GP がこの年から富士スピードウェイで行われることとなったその準備のため2003年から2005年にかけコースレイアウト変更を含む大改装を行った富士スピードウェイで行われる 1> 第1グランプリは1977年以来30年ぶり3回目となったが、例年にない多数のトラブル、口実を抱えた大会になった。レースウィークは秋の行楽シーズンの週末にあたり、周辺道路の混雑が予想されたため、かつて DI サーキット間、玄岡山国際サーキット開催されたパシフィックグランプリのようなチケライド方式が採用された。 感染希望者は、チケット購入時に、指定駅からのシャトルバス輸送、場外駐車場からのシャトルバス輸送、ツアーバスの中から、アクセス方法を選択する。マイカーや徒歩で直接来場することは禁止された。タクシーの利用は可能。開催概要では三日間で、延べ二十八万人、日曜日の決勝は十四万人の来場を予測し、最大三千台の専用バスで輸送すると、 説明された。金曜日のフリー走行は、ドライコンディションで行われたが、土曜日は朝から雨に見舞われ、濃い霧も発生した。午前のフリー走行3回目は、開始が30分遅れた上に、4分ほどで赤旗が出て、実質的なキャンセルとなった。午後2時からの予選も、ウェットコンディションで行われた。91では、 日本人選手の佐藤拓馬と山本左近が脱落。ラルフ・シューマッハは9-1で14番手タイムを出しながら山本と接触して9-2を走行できなくなった。9-2ではルノーの2台が脱落する一方、セバスチャン・ベッテルがトロロソチーム初の9-3進出を決めた。9-3ではラストアタックでルイス・ハミルトンがフェルナンド・アロンソのトップタイムを上回り、 今季5回目のポールポジションを獲得した。マクラーレン勢のフロントロー独占は今季6回目となり2列目にフェラーリ勢が続いた。6番手タイムのニコローズベルグはエンジン交換のため10グリッド広角ペナルティを受け16番グリッドからのスタートとなる。決勝当日も前日と同じ悪天候となった。コース上はフルウェット状態で レーススチュワードは安全のためセーフティーカーセン上によるスタートを宣言し、全車に対してエクストリームウェットタイヤの装着を義務付けた。しかし、フェラーリの2台だけは伝達ミスからスタンダードウェットタイヤを装着しており、ライコネンが2周目に、マッサが3周目にピットインしてタイヤの交換を行い、順位を大きく下げることになった。 路面状況は改善されず、67周レースの19周目まで、セーフティカー走行が続いた。激しい水煙の中で、レースが開始されると、1コーナーでは3位ハイドフェルドと4位バトンが接触して順位を落とし、マッサはブルツと接触した上に、セーフティカー走行中の追い越しにより、ドライブスルーペナルティも課せられた。その後は、 マクラーレンのハミルトンとアロンソが3位以下を引き離し、ベッテル、ウェバー、フィジュケラ、コバライネン、クビサ、クルサードと続いた。スローペースでの隊列走行が長く続いたため、ピット戦略は2ストップよりも1ストップの方が優位になり、最初から1ストップを狙っていた下位チームにもチャンスが回ってくることになった。マクラーレンは戦略を1ストップに切り替え、27周目に、 アロンソ、28周目にピットインさせる。フェラーリは、セーフティカー先導中の14から15周目に2台のマシンを再びピットインさせるも、給油量が少なくレース後半にもう一度ピットに入ることを余儀なくされた。普段ポイント圏内や、それより下を争うチームが上位に進出し、29から31周目には、ベッテル、31から36周目まではウェバーが、 ラップリーダーを務めた。アロンソはピットイン後に単独スピンし、35周目にはベッテルに追突され、再びスピンし、リアボディを損傷した。ハミルトンも首差と接触し、首差にはドライブスルーペナルティが課され、41周目、4位走行中のアロンソが5コーナー、100R の2つ目手口でハイドロプレーニングによりスピンし、 6コーナーのヘアピン手前のタイヤバリアに激突。チャンピオンが争いにおいて、痛手となる、ノーポイントを起死した。アロンソのマシンは、コース上で大破したため、再び、セーフティカーが導入された。この時点での順位は、ハミルトン、ウェバー、ベッテル、コバライネン、マッサ、クルサード、フィジュケラ、ハイドフェルド。しかし、セーフティカー走行中の十五周目、十四コーナー。 ネッツコーナーで2位のウェーバーが減速したところ、3位のベッテルが誤って追突。レッドブル参加のチームの2台が、同志打ちにより表彰台に上る機会を失ってしまった。49周目にレースが再開されると、ライコネンが激しい追い上げを見せる。57周目に 100R をワイドラインで通過し、ヘアピンでクルサードをかわして4位に浮上。 マッサのピットインで3位に上がり、最終ラップには再びヘアピンで、小払い年のインを突いたが、小払い年が抜き返して2位を死守した。マッサと首差もテクニカルセクションで抜きつぬかれつのバトルを演じ、マッサが6位をもぎ取った。このレースで唯一何のミスもなかったルイス・ハミルトンは、ポールトゥ・フィニッシュで、チェッカーフラッグを受けた。ハミルトンは、 ドライバーズポイントで、アロンソとの差を12点、ライコネンとの差を17点に広げ、選手権上の大きなアドバンテージを得た。ハミルトンが記録した、ファステストラップは通常時と比べて3秒近く遅い1分28秒台であった。長い周回セーフティカーが先導したこともあり、スタートから2時間経過したら、レースを終了するトルレギュレーション、2時間ルールが適用される可能性があった。 しかし、ラップリーダーのハミルトンが2時間を経過する直前に、ファイナルラップに入ったため、2時間ルールの適用は回避された。8位フィニッシュしたリュッツィは、キュハタ区間での追い越しペナルティとして、レースタイムに25秒が加算された。この結果、スーティルが8位に繰り上がり、回1発ポイントを獲得した。セーフティカー走行中に起きたベッテルの追突事故に関しては、 事前中国 GP 予選でベッテルに対して10グリッド広角ペナルティが課されると発表された。しかし、その後観客が撮影した動画が YouTube に投稿され、戦闘のハミルトンが急に速度を落としたことが原因ではないかと疑われた。FIA は調査の結果、ベッテルのペナルティを取り消し、ハミルトンにも過失はないと判断した。日本 GP の終末は、 富士会一発開催の1976年を思わせる大雨と濃霧にたたられた。土曜午前のフリー走行は、濃霧のためドクターヘリが飛行できず、セッション開始が30分遅らされた。競技規約上、ヘリが飛べない場合はレースが行えない。予選と日曜の決勝では、少し山を下った視界のいい場所にヘリを待機させた。レースは、帝国通りにスタートしたが、 総集回数の3割近くに当たる19周、40分間以上にわたって、セーフティカー先導の低速走行が続いた。再開後も水煙により、前方視界は、ほとんどない状態で、山本左近は、リスタートした瞬間のストレートは怖かった。前の車が見え始めるのは10メートル手前まで、近づいてから、トゥルーリは、レース中の視界は本当にゼロだった。 自分の目で確認できるコーナー手前の表示や広告看板を頼りに走っていたと語っている。レース中にはスピンや接触が続発したが、規定周回数の75%、50周を超えて、レースが成立しても赤旗打ち切りにはならなかった。優勝したハミルトンは、レース中、もう中断しなければならないのではないかという考えが、何度もドライバー全員の脳裏をよぎったと思うと、 コメントした。事前中国 GP のドライバーアッツミーティングにおいて、ドライバーたちから FIA のレースディレクターであるチャーリー・ホワイティングに対してレース開始を遅らせることも、レースを短縮することも必要だったというクレームが寄せられた。決勝スタート1時間前、レーススチュワードは、不構図のエクストリームウェットタイヤの装着を義務づけることを指示書ではなく電子メールにて、 各チームに通知していた。ところが、フェラーリには、この通達が伝わらず、スタンダードウェットタイヤで出走してしまった。スタート7分後に、この指示を知ったフェラーリは、失格を避けるため、2周目に、ライコネン3周目に、マッサをピットインさせて、タイヤ交換を行い、優勝争いから脱落した。電子メールによる通達は、ピット連上の位置関係によって、 通達を受ける時間に差が出ることを避けるために2006年12月の F1 競技作業部会で採用され2007年の日本 GP までは問題なく利用されてきたこの事態を受けて FIA は電子メールによる方法に旧来の文書による通達を併用することになった決勝レーススタート前のセレモニーの際河村隆一が国家君が世を成唱している最中に トヨータチームが車両のエンジンを2台とも始動させ爆音を響かせた運営側の見込みの甘さから会場へ続く道路に多くのバスが集中した上誘導などを行うスタッフの人員不足や不慣れなども相まって予選の29日土曜日決勝の30日日曜日とも会場集は最長6時間待ちの渋滞となり耐えきれずバスを 強行降車し徒歩で目的地まで向かう客も現れた。さらに悪天候による道路状況の悪化が追い打ちをかけ、雨の中で長時間の順番待ちを強いられた観客が体調を崩してしまう例も多く見られた。29日の予選では終了直前に会場と場外駐車場などを結ぶ校内道路において3カ所約50メートル間隔。 最大直径約1メートルの陥没が発生。シャトルバスが走行不能となり、公式発表では2万人の観客が会場付近で足止めを受けるというトラブルが発生した。30日の決勝では、陥没の補修工事などの影響で渋滞がさらにひどくなり、一部の観客がレースのスタート時間に間に合わないという事態が起きた。 シャトルバスに乗っていて1時30分の決勝開始に、間に合わなかった観客85人については、チケット代、交通費、宿泊費を返還する措置が取られることになった。未舗装の東富士駐車場では、雨でぬかるんだ路面にはまり、動けなくなる車が見られた。バリアフリー化などが図られた一方、トイレや救護施設等の不足や不備が指摘された。特にトイレの不足は深刻で、 トイレに入るまで数時間を要するような状況が続いたため、やむなく注目監視の中、野外で排泄をする者が大勢現れるという事態となり、雨という天候もあって歩行者の足元に汚物が流れ出すなど、周辺は極めて不衛生な状態となった。さらに救護施設等は、たくさんの人間が外に溢れていたにもかかわらず、定時で締め切られた。また飲食費が高騰してしまい、 通常の1500円の弁当に加え、1万円に達した弁当すら販売されていた。1コーナー付近の常設スタンドの後方に作られた仮設スタンドの一部、C 指定席からレース中の F1 マシンがほとんど見えなかったことが観客からの苦情により判明した。これは常設スタンドに比べ仮設スタンドの勾配が小さく、設営後の確認を怠ったことが原因と、 発表された。そのため主催者は、チケット代金のうち、指定席料金にあたる金額を払い戻すと、発表した。払い戻し額は1枚あたり5万円、総額は3億5000万円とも言われる。ドライバーやチームの応援フラッグや、横断幕の掲示が禁止されたが、その告知は徹底されていなかった。特に、チケット販売時にはこれらの行為が、 禁止事項であることを一切公表していなかった。これに対しては評論家等からも批判が出た。熱心なファンたちの持ち込んだフラッグなどはその場で没収される事態となった。にもかかわらず、トヨタ社員の動員されたトヨタ応援席の巨大フラッグだけは堂々と掲げられていた。これら諸問題については被害者の会が設立されたほか、 翌2008年5月には一部の観客が富士スピードウェイを提訴することを決定。翌6月にはうち109人がチケット代全額や医者料など総額約3200万円の損害賠償を求める共同訴訟を東京地方裁判所に申し立てた。これに対して富士スピードウェイは想定を超える悪天候に見舞われた特殊事情であとして請求の帰却を求めた。 この訴訟は2013年1月24日に和解に応じなかった67人の原告のうち53人に約80万円を支払うよう命じる判決が出た。判決では賠償の理由として大規模イベントの主催者として調査、管理を怠ったことは認められたものの会場内の誘導の不十分さ、観客席の視界の悪さ等の過失は認められなかった。 富士テレビの地上波放送は土曜日の予選、日曜日の決勝とも生放送、CS 放送は富士テレビ721でフリー走行から決勝まで全セッションを生放送する予定だった。スーパー競馬、東日本及びドリーム競馬、西日本において放送された競馬の GI レース、スプリンターズステークスが同じ9月30日開催。 発送時刻15時40分となっていたため、地上波での扱いが注目されていた。レギュラーの競馬中継時間と15分重なることになるが、会1、競馬量レースを生中継するにはほぼ問題ないスケジュールだった。しかし、実際には、降雨のため日本 GP のスタート時間が13時30分に遅れ、レース自体もセーフティカー走行などで長引いたため、 延長予定枠いっぱいの15時35分まで放送した。これにより、地上波放送ではトップ3記者会見が中継できなかったほか、スプリンターズステークスもレース実況のみとなった。サポートレースは、ネッツカップビッツレース、決勝8周と、ポルシェカレラカップジャパン、決勝10周。フリー走行は、金曜日、予選は、土曜日、決勝は、 日曜日に行われた。天候が晴れであったら、ブルーインパルスの展示飛行も行われる予定であったが、雨のために中止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。